せーの、どうも皆さんこんにちは、おっかんです。こんばんはが正しいですね。本日東京まで来ておりまして、東京ゲームショウに行かせていただいたんですよ。その帰りになんと我々ゲーミングチームグリムナイツの心のスポンサーをやってくださっているクーガーさんのショールームにお邪魔させていただけることになりました。長々と話しても仕方がないんで、早速ショールームの中に入ってご紹介をしていきたいなと思います。では行きましょう。これやっぱね、焼き鳥が僕楽しみで楽しみでしょうがないですよね。やっぱり違うんですよ、違うんですよ。当然ながらお気づきの通り、すぐ裏手にあるのがショールームです。早速ですね、参りたいと思います。クーガーさんの日本の正規代理店にあたるマイルストーンさんのショールームにお邪魔します。失礼します。ありがとうございます、よろしくお願いします。でも早速目の前にめちゃめちゃクーガー製品があるんですよ。うわっ、シンプルかっこいいんだよな。僕が使ってるプリミニもあるのかな。あ、はないかもしれないな。あんまり見たことのないものとかもたくさんあるんですよね。結構この辺とかはファンとか PC の電源とかも確かクーガーさんはたくさん出されていると思う。たくさんじゃないですかね。多いです。多い、いっぱいあるらしいんで、そういったものが、まあ、ちょっと展示室みたいな感じになってショールームがあると。これ何ですか。それがカメラです。これカメラなんだ。触っても大丈夫です。もちろんです。 ありがとうございます。上型を、壊れそう、壊れそう、どうしよう。あ、これだ。あ、すごい、もう完全にフェニックスキットですね。いいですね、これ360度カメラみたいなあれですね、きっと。そうです。ちなみにこちらは日本でも買えるんですか。未発売です。あ、買えない。ご要望が OK ればもちろん買おうと思ったら、その例えば輸入とかしてこっちに持ってきてもらって購入ってことはできるんですか。ちょっとできなくはないです。 あまりこう一般ではないよ。一般ではないです。なるほどなるほど、はい、ということで、じゃあ、 企業の皆さんぜひ買ってみてください。実はこっちにゲーミングチェアがあるんですよ。僕がいつも使用させていただいてるやつはちょっともしかしたらないかもしれないんですけど、多分もっとやべえやつがここにあるんですよね。ターミネーターでしたっけ。そうです。バナントの VCT のヨドパチクの公式モデル。すげえ。一応今年と来年、2023年と24年まで一応クーガーが公式という形で。めっちゃすごいじゃないですか。ちょっとすごい疑問に思ってることがあって、はい、日本だとあんまり人気ない。値段値段になってない。あ、ちょっと高い。なるほどですね。あの、だから一番高いです。あ、そういうことですね。なるほど。まあでも仕方ないです。やっぱいいものは高いのでね。いいものだからしょうがないですけど、そんな安いもので、そんなの安いですよ。高いのはしょうがないですから、それはもう何のフォローにもなってるんですよ。クソいい。この後ろの背骨みたいなのは、これは何のってあるんですか。カナディです。あカットだな。いや、かっこいいですもんね。これめっちゃかっこいいです。やばい。これ一個ずつ動くのかなと思ったら、そういうことではない。そうね、ケーティみたいな感じで、はい、でもめっちゃいい。飾りめっちゃ薄いじゃないですか。こちらのターミネーターさんはおいくらぐらい。税込みで99,000円。おこれ実は言うと、マイルストーンの公式のオフィシャルショップしか販売してないんですよ。あ、そうなんですか。じゃあ日本だとマイルストーン通さないと基本買えないってこと。そうです。あ、すごい。基本的にそのオフィシャルショップは週に1回ゲーミングチェアの、セールをやってます。お、お求めやすくなるってことですか。そうです。おすごい。もちろんこれも含まれる場合もあるので。あ、すごい。ぜひその辺は概要欄とかにも載ってますんで、チェックしていただければなというふうに思います。実は気になってることがあって、目の前にゲーミングソファーがあるんですよ。これやばいっすね。これめちゃくちゃいい。すいません、なんかすいません、なんか何度も全部座っちゃって申し訳ないです。あ、これはもう普通にソファーだ。リビングに置いておくべきやつだ。すげえ仕掛けがあるって聞いたんすよ。じゃ、僕もまだこれやるの初めてなんですけど、なんかこうやってやると、あ、あ、すごい、あ、すごい、あ、これは、あー、おやすみなさい。あ、いいな、これ最高じゃねえか。てんてんてれてん。ではいよいよこのショールームの一番のメインスポットをですね、紹介したいと思います。こちらです。いや、これやばくないですか、マジで。これおいくらするんですか。トータル、PC とかモニター含めないだけですと、150。あ、すいません、触っちゃって、すいません。150。やば。これ
となく後でちょっとまたお伺いしようかなと思ってはいるんですけど、このショールームに体験しに来ることができるんですよね。もちろんです。150万のショールームでただやで。いいっすか、ちょっとどうぞ座っちゃって。すいません、失礼します。150万。あ、はいはいはい、なるほどなるほど。あーあー、え、これはまずいな、俺下手なのバレるかもしれないな、運転。あ、え、どうしよう、楽しい。ああ、はい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 、はい、もうすでにめっちゃ楽しいんですけど、どうします？これはまずいぞ。これこのまま小一時間できますよ。おお、すごいすごい、おお、すごい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 。いや、これマジでめちゃくちゃおもろいっす。多分リアルに近いんだろうなっていう感じがします。 G をちゃんと感じるんですよね、モーションシステムが。めちゃくちゃ再現してくれてて。これは一般家庭に置くことも一応できるんですか？あ、一応一般家庭用に作られてます。購入してる方がいれば普通のお家にこれあるってことですか？あ、そうです。すごっ。モーション自体と2つありまして、お、はい、あと言うとスライドする部分と椅子がこう傾くようにバージョンでして、あ、別々なんだ。そうなんです。一番下のやつが、まあ、ざっくり100万ぐらいするんですよ。おー、シートの下のやつに関してが50万ぐらい。おー、これでも普通に遊び用とかじゃなくてレーサーとかが実際練習に使ったりとかもするんですか？もちろんです。海外の選手とかは僕のシミュレーターとかで練習します。すごっ。え、じゃあ F1 のプロの選手とかがやってる練習と同じようなことを家でやろうと思ったらできちゃった。めっちゃすごいじゃないですかこれ。すげえな、すごいです。これネクストレベルレーシングというブランドなんですけど、もう一個プレシートというブランドがありまして。プレシート、はい、まあ、ちょっと後ろに進もう。あ、こっち。そう、プレシートのブランドはレッドブルのベースタッペンという、まあ、一番トップの選手が実際シミュレーターを使ったりとか。めっちゃすごいじゃないですか。そんなプロの皆さんのやるシミュレーターがなんとここのショールームだと体験できてしまうと。そういうことですね。そうです。これはやはりあんまり今まで来てないの告知不足なのかもしれない。これ見た人は来よう、マジで。え、電話1本で行けるんですか？弊社のホームページのショールームから予約がネット化できるので、そちらで概要欄にちゃんとホームページ載ってますんで、そちらから調べてみていただいて。ワンセット何分ぐらいなんですか？ざっくりでも30分ぐらい。30分ぐらい、はい、なるほど、はい、じゃあ東京に旅行に来た時とか何かイベントがあったりとかする時に体験もその旅行の内容の一つとして予約をして30分ショールームに来てシミュレーターやって買って帰るってことができるわけですね。予算は150万です。ちゃんと持ってきてくださいね。ちなみになんですけど、さすがに150万厳しいなというか、もうちょっとこの安価なスタイルというかはあったりはするんですか？もちろんです。お、まあ、ざっくりあの4万から3万後半ぐらいの。あ、それぐらいからいけるんですね。あります。で、ただあれですよね、あくまでもこのフレームですもんね。そうです。リアルで体験をしたいと思ったらこの下の機械とかが必要になってよ。そうですね、モーションシステムとか、あとはこのハンコって言われるところです、ね、そっか。これでもレーシングゲームをそのリアルな体験をしたいなと思った時に、まあ、ざっくりこれぐらいあったら結構おもろい体験できるぜっていうのでいくらぐらいなんですか？最初にやる人ってハンコを買ってやるので、はいはい、デスクにこうつけてやる方が非常に多いんですよ。そっか。で、そこからの次のステップで、シミュレーターを買う方が多くて、そこでもう結構段違いっていうか、まあ、まずは本当にちょっと本格的に楽しみたいんだったらもう安価なシミュレーターとかでしっかりとしたシートを使ってやった方が、シミュレーターで高いのっていうよりもシートだったりとかハンドルだったりとかでまずは揃えて、そんなに高くないシミュレーターでもいいから一本ポンと入れてみるだけで全然疑似体験としては違うよみたいな。違います、全然違います。デスクレーンだと全然違います。これはちょっとやっぱ日本のこれレーシング業界未来は明るいですよ。ということで今回はですね、我々 e スポーツチームグリムナイツの心のスポンサーであるクーガーさんのショールームに来させていただきました。マジでね、めちゃくちゃかっこいいものとか絶対あった方が便利だなみたいなものとかたくさんあったんで、まあ、今日紹介しきれないものもねたくさんあったんですよ。ぜひこのショールームに実際に来て一回話を聞いてみてくれると僕としてもものすごく嬉しいなというふうに思います。で、実際クーガー製品ね、ゲーミングチェアだったりとかキーボードとかマウスパッドとかマウスバンジーとかいろんなものを使わせていただいてるんですけど、マジで使いやすい製品が本当
当に多いんで、ホームページとかから一回そういうところから見てみていただけたらなっていうふうに思います。それでは今回はこのところで終了させていただきたいと思います。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローとかもよろしくお願いします。それではまた。